アニメロティック第2期。アニメロティック第2期をお送りしています。今日はですね、番組初ゲストをスタジオにお迎えしています。自己紹介お願いします。はい、皆さんこんばんは。アニメロティック無印のナビゲーター、まゆです。よろしくお願いします。やったー、まゆさん。ごめんね、初めてのゲスト私でさ。いやいやいや、皆さん喜びますよ。私も喜んでます。いやいや、いやだといいんだけどさ、1ヶ月ぐらいしか経ってないからあんなにね盛大に送り出してもらったのにもう来たのかよっていうね。いやいや、久しぶりです。お久しぶりです。聞いたよ。本当ですか？アニメロティック第2期聞いてるよ。ありがとうございます。いや、皆さんもね、1ヶ月ぐらいこう、経ちまして、うん、リスナーの皆さんも新しいテーマとか、テーマソングとかね、こう、さきちゃんの声にもどんどん馴染んできたのかなっていう感じするんだけれども、はい、私もこう、聞いてみて、一番最初に思ったのは、さきちゃんの声がとても心地いいなと思った。嬉しい。うん。なんかこう、週末のさ、日曜日の、まあ、明日からこう、お仕事だなとか、学校だなっていう方が多い、こう、時間帯、はい。ちょっと憂鬱な方もいると思うんだけれども。うん、なんかこう、日曜日、週末の深い時間、12時過ぎ、この時間帯に、こう、さきちゃんの声のトーンがすごく心地よくて。ありがとうございます。私の声やっぱうるせえなと思ったわ。いや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 。いや、とってもね、素敵な時間、私も一リスナーとして楽しませてもらってます。はい、どうもありがとうございます。うん、さて、今日のテーマは、呪いが関係しているアニメということですけれども、うん、まゆさんなら何の作品をあげますでしょうか？呪いね、いろいろありますね。いろいろあるよね。なんかこう、今放送してる、現在放送してるアニメであり、私がこう学生の頃に夢中になって読んでた漫画で言うと、フルーツバスケット。うん、うん、フルバはやっぱりこうすごく初めコミカルな話なのかなと思ったんだけれども、今テレビやってるところとかもね、すごくこうダークな、うん、結構深いちょっと心の傷がえぐられるようなねエピソードがあったりするんだけれども、はい、とっても素敵な作品だなと思いますね。うん、うん、さきちゃんはどう？そうですね。私結構ジブリ作品とかも好きで、うん、まあ、ハウルの動く城とか、もののけ姫とかも、あれも、まあ、呪いというか、うんうん、そういったところがあるので、あ、ジブリって結構そういうのあるなっていうのは、このね、テーマをやってみて、感じるところではありますけれども、うん、あとまあ、やっぱ、最近といえば、まゆさん、うん、あれですよね。あれでしょう。うん、呪いと言ったら、あれでしょう。もう、呪術廻戦ですよ。ですよね。うん。やっぱりね、2018年の3月から、少年ジャンプで連載がスタートした、芥見ゲゲさんの漫画の、が原作のアニメ作品となっていますけれども、はい、これね、呪いがこちらのテーマになっていて、うんうん、人間から流れ出た負の感情が具現化した呪霊と、あとそれに立ち向かう呪術師との、戦いを描いたバトル作品ですけれども、うん、まゆさんから見た、その呪術廻戦の魅力は何ですか？まず、呪術廻戦ってさ、まぁ、ちょっと魅力ももちろんこれから喋るけど、はい、呪術廻戦ってさ、結構放送人泣かせだよね。呪術ってさ、言いづらいよね。そうなんですよね。呪術、呪術師。なんか、言えて、私言えてるって思いますよね。超言えてるよ。あ、言えてますか？うん。で、なんかこう不安になるような。まあ、本当だなと。そうね。はい、うん。思いますね。呪術廻戦はこう、ダークバトルファンタジーっていう、うん、こう、バトルがやっぱりアニメだと見どころだったりもしたんですけれど、はい、曲もかっこいいし、うん、あとやっぱりキャラクターが個性的で、ですね、ぶっ飛んでるところがいいよ。うん。マイさん、推しは？いや、これがね、ごたべに漏れず、私は五条先生なんですよね。ああ、もうね、みんな好き。そう、だって、好きですよ。僕最強だからさ。そう。そう、もう、やっぱり、大体の人はみんな五条先生好きだと思うんだけど、うん、私はもう一人、すごく好きなキャラクターがいて、はい、それが、釘崎野原ちゃん。あ、野原ちゃん。そう。女性キャラがすごくこう、ま、画がみんな強いんだけど、うん、っていうところがすごい、かっこよくて、私もすごい女性キャラたち好きですね。そう、すっごい気強くてさ、口も悪いじゃない。私かなと思って。なんか、野原ちゃんを見てると、なんかこう、他人に思えないというか、いや、ちょっと私もう少し気をつけないとなっていう、自戒も込めて、まあでもすごく強くてね、うん、かっこいい、こう、キャラクターだなって思って。そうですね。うん。アクションシーンとかもめちゃくちゃかっこいいし、綺麗ですよね。ね。うん。映像が。私は、犬巻トゲくんが、好きで。シャッケ。シャッケ。この間さ、アニメロのディレクターと喋ってる時さ、はい、自然とシャッケって言おうかな。
ちょっとこうね、否定と肯定は鮭かおかかで表したくなるみたいな。そうそう、うん、ありますよ。知らない人見たらなんだあれだよ。うん。それぐらいこう社会現象だね。はい。うん。ありますね。うん。で、呪術廻戦ゼロ巻っていうのがあるんですけれども、うん、それは劇場版としてね、今年の冬、公開予定ということで、こちらもまたまた楽しみですね。ね、あの、呪術廻戦ゼロ巻が、あの、今の呪術廻戦の前日巻というか、うん、虎杖くんが、あの、呪術廻戦の主人公なんですけれども、前日巻の方は、乙骨雄太、はい、乙骨先輩が主人公で、アニメの方にはね、まだ出てきて、うん、ないんですけれども。名前だけね。名前だけでね。うん。映画の方では、そちらの乙骨先輩が出てくれるということで。いやー、これ多分ね、乙骨先輩超人気出ると思うよ。うん、ですね。うん、これも楽しみだね。楽しみですね。うん。そして、呪術廻戦といえば、24日から札幌ファクトリーで開催されているポップアップイベント、呪術廻戦領域展開スクエアがですね、ただいま、今開催されているということで、やった！で、このイベント名もなかなかね、あの、放送陣泣かせなんですけれども。こちらね、あの、ポップアップイベントということで、うん、グッズ販売のイベントとなっていまして、はい、今ですね、あの、まゆさんと私の手元には、その、販売されるね、グッズの商品紹介の、紙があるんですけれども、うん、なんか気になる商品とかありますか？そう、今手元にあるこの資料の商品が、はい、まあ、一部なんですけれども、こういう商品がありますよということで、まあ、最近だともうグッズの定番になったアクリルスタンドですとか、うん、まあ、缶バッジ、あとこのアクリルキーチェーンが、あの、デフォルメされたキャラクターなんですよね。そうなんですよね。あの、書き下ろしイラストとして、のイラストの他にデフォルメイラストのグッズもいくつかありまして、うん、このさ、デフォルメのさ、五条先生さ、目隠ししてないやつじゃん。そうなんですよ。これ熱いですよね。やばい、これ絶対欲しいね。うん、あとやっぱりすごく目を引くのは、両面スクナの指キャンディーってやつだね。これ結構指ですね。これかなりガチな指だよね。結構あの、本当に全然可愛くない、うん、もう指が袋詰めされてますよね。そうだね。色もなんかちょっとおどろおどろしくてさ、はい、これはかなりインパクトあるんじゃないですか？これはもうつまんで持ち上げて、虎杖U字ごっこができてしまうというね。できちゃうね、これはね。まあ、口の中ちょっと怪我しそうです。尖ってるからね、はい。あとはやっぱりサーモボトル、今マイボトル持ってね、ある方すごく多いので、日常使いできるそういうグッズなんかもあって、はい、これはいいんじゃないですか？楽しみですね。うん。でも領域展開 T シャツとか私もかなりこれちょっと欲しいな。いいね。領域展開ってこれ胸元にね、すごい大きくバンと書いてますけども。うん、白と黒があるんだね。うん。うん。ちょっと気になるなと思いますね。うんうん。で、まあその他こうご購入金額に応じてもらえるプレゼントですとか、うん、あと参加できるアトラクションもあるということで。うん。ぜひね、こちら皆さん、領域展開スクエアですね。呪術廻戦領域展開スクエア、ぜひ、お越しいただきたいんですが、こちら開催時間が午前10時半から午後7時までとなっていて、札幌ファクトリーアトリウム地下1階札幌ファクトリールームで5月6日木曜日まで開催しています。うん。入場は無料となっています。で、イベントが終わるまでまだまだね、皆さん、まあ、ゴールデンウィーク中とこう日数がありますので、はい、こう急がずね、くれぐれも時間に余裕を持って参加していただきたいなと思います。私もね、ちょっと会場の方には行きたいなと思っていますのでね。うん、で、イベントについてですとか、あと新型コロナウイルスの感染防止対策など詳しくはですね、呪術廻戦領域展開スクエアのホームページやツイッターで皆さんご確認ください。はい。いや、今日はですね、初めての番組ゲストということで。ごめんね、本当に私でね。すっごく楽しかったです。嬉しかったです。これからね、いろんなアーティストなんとか来るかもしれないから。はい。その時頑張ってね。頑張ります。うん、アニメロティック無印ナビゲーターのまゆさんに今日はお越しいただきました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。